モット山とはどのようなところなのだ。昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたんだって、ポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけども。ああ、くそ、嫌な音がしたな。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなかろう。戻って謝った方が良くないか。そうかも。犬が倒れておるな。おじいさん悲しむだろうな。口に何か加えている。何かの葉っぱみたい。この葉を取りにこのような危険な場所まで来たのが原因のようだな。そうみたいだね。せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。じゃあシロは？さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれんな。そんなの寂しいよ。なあ、何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。だいたいシロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。
いたよ。そっか、ちょっと待ってろよ。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいってここお店なの？はい、と言っても今はできないんだけど、普段は奥にあるロボット山から金属を掘ってきて加工して売ってるんです。ロボット山で？そうです。昔は軍事基地だったらしくて、いい素材がたくさんあるんですよ。ちょっと危ない場所なんですが、背に腹は変えられないというか。君たち二人だけでやってるの？父さんは弟が幼い頃に死にました。母さんは仕入れに出かけてます。1、2、3、7つ。お母さんもうこれだけ帰ってきてない。1週間も？最近は奥の方まで行かなきゃ素材が手に入らないらしくて。お兄ちゃん、お腹すいたってば。素材さえあれば武器の加工ができるんだよね。ええ、でも山の中は危険で僕らだけじゃ。じゃあ素材は僕が取ってくるよ。え？ちょっと僕の武器も強化してもらいたいし、それにここで働くには素材がもっと必要でしょ。それはそうですが。じゃあ決まり。どんな素材が必要？その武器でしたらチタン合金が3つ必要ですね。ロボット山の中にいる防衛ロボットたちから入手することができます。わかった。あとこれ、ロボット山の地図です。気をつけてくださいね。本当に危ないですから。明るいな。ここはまだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。旧世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。
動かないみたい。錆臭いところに我が来ようとは。シロはすぐブツブツ言うんだよな。きついね。子供のやる仕事ではない。兄貴が心配であるな。自分の分まで弟にやりそうだ。閉じ込められたようだな。
素材はこのくらいで十分かな。依頼されたものを集め終わった後って一気に依頼主のところまでワープしたくなるよね。ワープ、そういう名前の遠くまで一気に飛べる魔法があるって聞いたんだけど。あれはやめておいた方がいい。どうして？何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突してみんな引き肉になったからな。それはやめておいた方がいいね。ああ、やめておけ。お帰りなさい。素材を取ってきたよ。ありがとうございます。すぐに武器を強化しますね。本当は有料なんですが、特別に今回は。はい、これでうちも営業することができます。お母さん、どうしたの？お騒がせしてすみません。弟が母さんを探しに行くって。もうちょっと待ってたらきっと帰ってくるから待ってよな。待てない、お母さん。うちろ、皆まで言うな。もう分かっておる。いいです、いいです。そこまでしてもらったら申し訳なくて。そんなの気にしないでいいよ。だけど、あの
さんは、いえ、何でもないです。いつも母さんは山の奥の方まで入っていっています。エレベーターを使うと思いますから、起動パスコードをお渡ししておきます。母さんはいつもエレ…それはそう、武器の強化ならいつでも受けたまりますよ。ありがとうございます。母さんはいつも、それ、武器の強化ならいつでも受けたまわり。ありがとうございます。あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。
閉じ込められたようだな。
前は本当に信じておるのか。あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。1週間以上もたった一人で素材を探し続けていると信じておるのか。本当我が思うに母親はきっともう生きてるよ。信じなきゃ奇跡だって起きない。奇跡か。非常に不穏であるな。人間のいない場所で機械だけが残っておるのか。何これ。大変そうな敵だね。周囲に気を張れ。気をつけろ。機械の分際で我に歯向かうとは。危ないよシロ。逃げよ。分かってる。よくぞやった。手のかかる機械だ。またなんか違うのが出てきた。雑魚を移送せねば先はないようだな。
残すはあの大頭のみだな。奴の頭部には魔法攻撃が効かぬようだな。巨大の爆弾が残ってる。さすがに効くであろう。どっかで聞いたような戦い方だけど、分かった。今度口を開いたらそこに放り込んでやれ。女の人、もう死んでる。あやつらの母親であろう。一人じゃなかったんだ。男か。大きなカバンに綺麗な洋服、お金もある。どうしてこんなところにこんなものを。子供たちを捨てて若い男と逃げるつもりだったようだな。そんな。奇跡は起こらず、最悪の真実が待っておったな。あやつらには何という。これは化粧瓶？バラの匂い。これだけでも届けよう。お空に登ったよ。君たちのお母さんは別の世界へ旅立ったんだ。嘘つき、信じないもん。母さんは
人です。分かってます。教えてください。母さんは好きな人と死ねたんですか？遺体は二つあった。よかった。何？母さんはもう俺たちのことでイライラしたり悩まなくて済むんだ。これでよかったと思います。許せるの？俺は母さんの子供だから。俺の母さんはあの人だけだから。だから、この瓶拾ってきたんだけど。これは母さんの香水だ。母さんの匂いだ。こんなの、くそ、なんで涙が出るんだ。泣いちゃダメだ。こんなところございました。本当にいろいろありがとうございました。これでよかったのだ、きっと。